皆さんこんにちは、松田学動画チャンネル。今回は特番ということで、ちょうどアメリカの中間選挙が終わった直後ということで、それも踏まえながらですね、今日はこの国際関係あるいは日本の戦略について、私が長年お世話になっている国際政治学者の藤井元気さんをお迎えしましてですね、はい、いろいろとご発言発信していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。藤井さんは実は言いますと、かつてもう20年近く前になるんですが、同じ勉強会でずっとですね、議論ともにしてきて、それで実は同じ政党側で、同じ時に参議院選挙立ち上がる日本、立ち上がる日本というですね、立派な政党があったんですよ。立派な政党があったんですよ。無残なことに、維新と合流しまして、私はバッチをつけられたんですけれども、いろいろと藤井さんとはですね、一緒に新橋駅前でみんなで街頭演説、毎月の街頭演説、長年のお友達でありますか。それで私はまだ選挙に出る前に、財務省の現職の時に永久国債の研究というですね、現職の財務官僚が永久国債の本格なんていうのはみんな、びっくりしましたけども、これは藤井さんと協調、そう協調といっても本の半分ぐらいはまだ、あとは4人ぐらいがオムニバス形式で書きまして、ほとんど松田さんの本ですけどね。でもね、これは書いておいてよかったと思う、今は読んでいただいてもいいし、あるいはそういう政策手段っていうのはね、今もフレキシブルに考えるべきだと思います。全くおっしゃる通りですね。で、私は一応その後松田っていうのは永久国債の松田団っていうレッテルを貼られたり、しまして、最近でもこれに、本に基づいて、かつてこれパブリックエクイティっていうのをこれ提唱したんですね。パブリックエクイティですね、この名付け親は実は藤井さんなんですけれども、私の言ってることはこれパブリックエクイティだなということですね。最近ではマツダプランというのは実はありましてですね、これも日銀保有国債を一旦満期が来たら永久債に乗り換えていってですね、その後これを政府暗号通貨を発行して償還すればですね、国債消えるしでという案をちょっと出したりしてましてですね、そういった意味で私の議論も、政策発想はね、続いてるということなんですね。そういうことで、経済財政もいろいろ一緒に議論してきた関係なんですが、今回の中間選挙を踏まえての国際情勢について、この間10月2日にペンスがですね、副大統領が米中関係リセットだと、もう全面的にもうなんかこれからですね見直すと言ってですね、あれを見てなんとなく昔レーガンがソ連崩壊の布石を打った時のような、まさに中国そのものを今の体制を崩壊させることを狙っているというような感じがしたんですけど、藤井さん、そのあたりどんなふうにご覧になりますか。それはね、適当な例えだと思います。レーガンがね、ソ連をね、悪の帝国ってね、イーブルエンパイアだと呼んでね、これはね、アメリカ人はそうだそうだって言ったんだけどね、ヨーロッパの連中が驚いてね、こんな単純な頭でいいのかみたいなね。だけどやっぱりソ連は悪の帝国だったんですよ。これは潰してよかったんだよ。そのソ連邦を崩壊させて、ソ連圏の国に自由をもたらしたっていうのはね、これは単にアメリカが勝ったってだけじゃなくてね、アメリカ冷戦に勝ったというだけじゃなくて、これはレーガンという、政治家の偉大な、功績ですよね。トランプさんはそれとほぼ同じような、しかしこれトランプが演説しなかったところもミソなんだけど、10月4日にペンス副大統領がね、演説して、要するに悪の帝国という言葉は使わなかったけど、ほとんどね、もうアイテムバイアイテムでね、副業を全部並べましてね、そうですね。それでもって国内でやってるね、ウイグル人やチベット人やってるということも、全部リストアップして、要するに一つは今までのアメリカの対中政策を誤っておりましたと、それは必ず経済発展をすれば、中国共産党の、独裁体制も民主化自由化、自然にしてくるだろうという希望的観測でやっとったんだけど、そうならんかったと。豊かになればなるほどね、強くなって、そして国内にはさらに権力集中が強まって、習近平さんはもうほとんど終身独裁者みたいになってきてですね、去年の10月の党大会でね、そうですね、それから外側にはますますその帝国主義的な、侵略政策をやってると、最近はだからその債務の罠ね、債務トラップですね、を仕掛けて、その発展途上国をね、なんかいわば19世紀的な植民主義的なやり方でね、それぞれ の土地などを奪っていくというようなことをやってると、実はこれで新しい政策やるっていうんじゃなくて、
ペンスさんの演説は10月4日だったと記憶しますけれども、こう今までもうすでに例えば今年の7月から、はい、高関税政策を導入してですね、チャイナ経済締め上げやってると、うん、です これをやってるのはどういう意味なんだと、うん、そうですね、いうことで、我々はその今の中国共産党のこういう独裁的な政治体制、それ世界に対するまあ侵略的なですね、うん、ことは政策は許さないと、うん、いうことを言って、ただし、まあ、政策を方向転換するならばね、うん、それは友好関係に戻るほどやぶさかではないというところで言ったので、うん、まあ、少しレーガンの演説よりは緩いですけれども、うん、最後にね、妥協の余地を残しているわけですけれども、うん、ですけれども、これはまあ、今の世界においてね、一番まあ悪い国、諸悪の根源はこの国だと、今の政策だと言ったり等しい、そして良かったのは、アメリカの今までの政策を総括してね、まあ、そのニクソンの訪中が72年ですが、キッシンジャー訪中71年ぐらいからね、アメリカの期待、はい、からもう歴史的にもうちょっと遡ってますけどね、全部これはもう期待完全に裏切られたと、はいはい、もうダメだと、うん、いうんで我々は戦って方向転換させるよ、うん、だからこれすごい宣言なんですよね。そうですね、まあ、大げさに言うと10月4日の前と後ではね、世界が変わったと言ってもいいぐらい、うん、だから安易な妥協はしませんと、うんうんうん、で特にウイグル人の問題なんかも取り上げて、うん、これが今ひどいことになっていると、うん、まあ、ナチスドイツはユダヤ人を600万人殺したと言われてますが、ウイグルの人に言わせると今強制収容所に300万人入れられてるんじゃないか、ペス副大統領もそのミリオン単位ね、ミリオン単位で強制収容所に入れられてると。300万人ですか。300万、いや、もう最近もっと増えてるんじゃないかということをウイグルの人は言います。これ確かめようがない、うん、で中国共産党がもしね、うん、これを汚名を晴らしたりそんなこと嘘だっていうならね、うん、国内に入れて我々調査させてくださいよってことですよね、うんうん、で強制収容所と言われてるものもね、うん、本当に再教育キャンプと言われてるようなものなのか、うん、まあ、それでもね、自分 の宗教上のね、信念信仰をね、無理やり変えさせるってことですから、人権上許されないことですけど そうですね、それやればね、調査できる、だけどやらせませんから、まあ、これはひどい、弾圧がされていることは間違いない、うん、でそういうことを全部挙げてね、うん、でこの体制を改めるまで我々は断固戦うということを言ってね、これはね、うん、このインパクトが日本では正しく伝わってないように思います、うん、なるほど、うん、で今出てるウイルですか、月刊誌のウイルで、はい、私と関平さんが対談して、はい、でこれは大変なもう 対中宣戦布告なんだと、うん、いうことの対談をいたしました。そしたらそこに、まあ、アメリカのエドワード・ルットワークというちょっと有名なルットワークがですね、はいはいはい、まあ、なかなかで高派のおじさんですけども、ね、この人が同じような趣旨のインタビュー記事をですね、載っけておりましてですね、まあ、標則のあったですね、ルットワーク、まあ、論文というかな、うんうん、と我々のね、関根さんと私に言ってることはね、見たりするようなね、うん、なるほど、内容でした。私も最近このサイバーセキュリティと仮想通貨が日本を作って本出して、はい、まあ、ちょっと情報技術関連のことにちょっと足突っ込んで、はい、まあ、これの面でもペンス演説はですね、はい、OL 的世界というかですね、はい、けしからんと上場的世界ですね、はい、まさに情報囲い込みでですね、個人情報データというのは個人のものだったら EU がこの間出しましたけど、今度は中国がまるで国家のものですから、全部国家、もう人工知能の分野で専門家とも話して、もう完全にアメリカ抜いちゃったんじゃないかと、うん、でこれはもう技術派遣の問題から相当アメリカもですね、大変な問題が当時してその危機感があるんですよね、メイドインチャイナ、2025ね、はい、で歩んでもう2025年までに全部のほとんど9割ぐらいのね、うん、ハイテク分野で世界トップ立つ、それも自分のところで技術開発してやるならいいけど、その人のところから全部ね、基本的なものを盗んできてね、そうですね、それでやるってんだからひでえ話だと。だから今のサイバーウォーの問題と、うん、それから宇宙戦争ですね。そうですね、アメリカ宇宙軍作ったけど、これでね、アメリカね、遅れを取ってるんじゃないかっていうんで、非常な危機感があって、うん、そこら辺はペンス演説にも非常に敏感に ね反映されてたと思いますよ。だから、ね、まあ、今なら間に合うだろうけど、これが10年後だったらもう間に合わないんじゃないのか、うん、それはそうでしょうね、うん、そう思いますよ、危機感ですね、まあ、まさにこのタイミングでやらないと、はい、でそこでその、はい、アメリカの中間選挙ですが、はい、まあ、まあ、大方の予想通りっていう感じもあるんですけども、うんうん、そうですね、藤井さんどんなふうに、だこれはね、ちょっとセンセーショナルな言い方すると、アメリカ民主党の惨敗です。
うんうん、ということは、惨敗です、惨敗、民主党と、うん、っていうのは、これはね、どういうことかというと、2年後を見てってことなんですよ、2年後の大統領選をね、見据えて、今回の中間選挙を見ると、中間選挙は特に下院議員の数っていうのはね、かなりスイングするんですよ。うんですから、まだまだこの時点で最終の数字もまだ決まってないと思いますが、まあすね、民主党が220固めて、それから共和党が202固めてたかな、はいはい、ということでまだ10いくつ決まってないんだろうけども、うんまあ、これがどうなるにしてもね、これ下院で勝つってことはどういうことかっていうと、やっぱりね、50議席ぐらい差つけないといけないんですよね、うんうん、だから今までは選挙前は共和党は235で、うん確かあったと思いますけれども、うんうんそれだけ、取ってたというわけですよね、うんうんですから、でこっち、民主党の側が200ぐらいか435だから全部ね、うんうん、でそのぐらいの数、ちょっとね、200をちょっと切ってたんですね、あれ多分亡くなった方とかいろいろあったりなんかして、うんはいはい90になると235だったかな、うん、で このぐらい差がついてて当たり前でこれで勝ったんですよ、うんうん、そうすると例えば250議席を民主党が取って、うん、で185議席が共和党だったらこれ大勝利勝利、うん、60議席差があると、うんうんうん、でこれが勝利なんですね。なるほど。これを勝利すれば2年後にも目がある。でもともと今回は、上院は共和党有利っていうんで、うんまあ、共和党は少し51議席100議席のちょっと上積みでやるでしょう、そうするとこっちは共和党は予想通り勝ったとすると、選挙戦初めから民主党は下院議員選挙の方に集中してましたから、はいはい、お金もそっちに集中してやってました、うん、そうするとねこれが相当勝たないと本当勝ったってことにならない。なるほど。それからアメリカの中間選挙ってのは大体当選した新しい大統領が次の2年後の中間選挙はもう負けるっていうのはむしろジンクスで、うん、負けるのが当たり前、まあ、負けるのをどの程度小さくできるかっていうことなんですよね、うんうん、なるほど、だから、これがもし共和党を上院で任して少しの差でも、うん、これで、下院でね50議席ぐらい差がついて勝ってれば、うん、これは民主党勝利。なるほど。で2年後に向けて勝てる体制になってきたと、うんうんうん、いうことでしょうけど、今回の小勝ちですよね、大勝ちじゃないとね、むしろ共和党の方がよくまあ持ちこたえたと、うんうん、あれだけね、まあ、フェイクニュースとか ね、 そうですね、アンチトランプキャンペーンでやられた中でね、まあ、共和党は頑張ったねと、いうことになりますので、2年後に向けてはね、この攻めの体制になれると。しかも、ちょっと中身的に言いますとね、今度例えば民主党側でね、はっきり言うと LGBT とかね、左派イデオロギー色の強い候補に全部出したんです、はい、そういう人たちが当選してきたんですよ、例えば女性のイスラム教徒が2人ね、当選してると、これパレスチナ人とですね、もう1人はソマリア系の人、ソマリアから移民した人、うん、もう1人はパレスチナから移民した人ね、うん、で、この人は、ミシガン州ですね、パレスチナ系の人はね、だからソマリア系の人はミネソタ州で当選した、うん、まあそれぞれ立派な人かもしれないけれども、うん皮肉な話ですよね、イスラム教の世界でね、女の国会議員なんて、あんまり聞いたことがないんだけど、うん、まあアメリカ自由な社会だから慣れたんだけどね、うん、おそらくこの人たちはトランプが反イスラムだと言ってですね、うん、騒ぐでしょう、そういったことで、うん、今回当選してきたような人たちは、うん、民主党の中でも穏健リベラルじゃなくて、はい、かなり過激リベラルなんですよ、はい、でその LGBT 問題とか取り上げてるような人が多い、うん、ということは、うん、トランプさんが経済問題についてこう妥協しようと、ご存知のように予算の審議の優先権は下院にありますから、そっちで、うん、予算絡みで何か法案通そうと思ったらね、うん、民主党は徹底抗戦すると思うんです、うん、日本の、野党と一緒でさ、うん、安倍引きずり下ろすためには何でもやりますって、盛りかけも何でもやるって、盛りかけももっと調べるなんて言ってるんでしょ、今度当選してきた人もそんなこと言ってるのが多いんですよ、うんうんうん、ね、もっとねロシアゲートはもっと調べるとかね、うん、これ永久にやる気ですよ、永久で少なくともあと2年やる気になるね、うんうんそうすると、うん、下院が反トランプ運動の拠点になっちゃう、うん、で議会として機能しなくなっちゃう、でそれをね見てたらアメリカの有権者は2年後にはどう思うかなと、また政府が止まっちゃうとか、そういうこと政府止まっちゃう、だから予算をいわゆる人質にとって ね、うん、抵抗するっていうことをやると思うんですよ、うんうん、で今回の選挙はね、民主党はねはっきり言うとそのイデオロギーで戦った、まあ反トランプですよね、うん、で戦ったけど、共和党の方はね
景気がいいから、うん、経済がいいでしょうって実績で戦ったんですよ。なるほど。だからトランプすればもちろん下院も多数取りたかったはずです、うんうんうん、で何しろ失業率 3.7% で50年以来の低さね、うん、で黒人失業率史上最低、うん、ヒスパニックの失業率史上最低ね、うん、それでもって、10月に出たあの賃金上昇率は、前の年のと比べてなんて 3.1% も上昇してると、うんうんうん、もうちょっとインフレが心配になるというくらいになってきてるんでね。でこれもね、賃金上昇率もですね10年ぶりですよね。あ10年ぶりの高さってことは、うんうん、あのリーマンショックの直前と同じになったってことで、うんうん、まあ、景気がいいんですね、でこれだけトランプ経済政策がうまくいってんじゃないかって言ってやったんだけど、民主党の方はとにかくその問題出されると、うん、それは実績がありますから抗弁できないで、反トランプ一色、うんうん、ロシアゲートがどうだ、女の問題がどうだと、うんうん、騒いでやったと、うんうんうん、でまあ、ある程度は構想したんだけど、小勝ちで終わったと、うんうんうん、いうことはね。ただあのあれですね、うん、これからのまたインフラ整備だとか、まあ、減税だとか、いろいろ、それが妨害されますよ、妨害されますよね、それはちょっと心配ですか。それは大いに心配、だからトランプとしても望ましくないけども、まあ、それをやってるとね、さすがに、まあ、アメリカの有権者もバカじゃないとすればね、うんうん、一体どちらが食い溜めになるんだと、ね、本当はインフラ整備でもっとお金出したいんですよ、だからトランプ政権はね、そしたら本当に景気も良くなるし、うんうん、アメリカ経済再興にね、うんうんうん、まあ、もう一度アメリカ経済復活させるということになると思うんだけど、うん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 、でそれはもう彼らは必死で妨害すると思います、うんうんうん、だから黒人の生活を良くすることよりも、そのイデオロギーでね、 LGBT とかね、要するに第三のトイレ作れとかそういうくだらない問題でね、議会をストップさせるということがこれからあのなんかアメリカの若い人の間で社会主義が広がってるって話聞いたんですけどね。だからそれはだから、今回出てきた中で、結構そういう人もいて、だからバーニー・サンダースなんてのは純然たる、ね、あの古い社会主義者で、何しろ大統領選挙で出る前は、あの2年前ね、民主党にも入ってなかったっていう変わり者ですけども、そうですね、ですから、そういう、ね、社会主義的な考えの人が、ね、結構いるんですよ、古典的な、社会主義のやったって成功したとこ一つもないんだけど、それでだってトランプさんっていうのは結構国民経済派で ね、あのね、レセフェールね、新自由主義じゃ全然ないですよ、トランプは。国民経済を良くするっていう立場で、だから、そうですね、保護貿易も適度に入れながら、アメリカ経済再生させるということでね、レセフェール主義者じゃないんだけどもね、なんか それをね、なんかトランプになってからね、金持ちと貧乏人の差が広がったと、広がってないですよ、貧乏人の稼ぎが良くなったんでね、この貧困問題はむしろね、解決してて、何しろフードスタンプ、オバマ政権の時最高だったけど、フードスタンプ取ってる人ね、400万人は減ったのよ、トランプになって、貧困問題解決されてたんですよね、そういうことで嘘ついて、でも社会主義的な考えの人が多い。マキシム・ウォーターっていうね、確かね、カリフォルニア出身の80歳の黒人の女性の会議員がいて、この当選したんですけど、これね、銀行委員会のトップになりそうなんで、あそうですか、これ社会主義者ですよ、ほとんど。これ頭痛いですよ、だからアメリカ中が頭痛くなる。だからその心配は確かにある、ありますよね、あとあの難民がまたメキシコ国境どうとあれ、どうするんでしょうね、トランプですね、あれね、あれはね、明らかにね、アンチトランプの仕掛けだと私は見てます。アンチトランプの仕掛けですかね。だってね、ホンデュラスからね、ホンデュラスとかエルサルバドル、中米からね、確かに貧しい国だし、その南アメリカのベネズエラなんていうのはもう国家崩壊してますから、これ社会主義で国家崩壊させたんだよね。本当ですね、それでそこから、あの難民が来てる確かだけど、あれどうやって飯食ってるんですか、どこに泊まってるの、お金配ってる人がいいんですよ。やっぱりそうですよね。もちろん、じゃなきゃあんまできますか。できるわけですよね。最近バスに乗ってるよ、バスに乗って移動してますよ。誰がバスの、ね、賃料払ってんだ、バスで、ね、借り上げてね、それでもって移動してますよ、であれがね、あの今のところ4つぐらいのグループに、数日前だと分かれてるっつって、もう万人近いですよね、1つのグループが2000人ぐらいとか言われてるから、金払ってるのがいいんですよ。そりゃそうでしょうね。であのね、こういう事件がありまして、これは確かめられてることなんで言いますけども、2年前の中東難民、シリアなんかの難民がヨーロッパにどんどん、はい、ドイツ中心に流入したときに、はい、なんとですね、マスターカードがカードになったんですよ。本当ですか。本当ですか。それでね、1人数百ドル使えるような、ね、カードを配ったんですよ。これはマスターカードもサービスではやってないと思うんで、だから私がこれはもうワイルドゲスですけども、例えばね、ジョージ・ソロスさんのような、ようなんですよ、ジョージ・ソロスがやってるとは言いませんよ、のような、ボーダーレス経済推進派の多国籍企業派のね、ボーダーレス経済推進、それがいいことだと、要するに国家崩壊がいいことだというふうに思ってるスポンサーがいて、お金を出してあれをやらせてるんでしょう、おそらく。そしておそらく今回うまくいかなかったけども、うまくいかなかった、
中間選挙の直前に大量の難民が押し寄せる、うん、これが無理やりアメリカに入ろうとする、うん、違法移民ですから、アメリカは当然拒絶する、流血の惨事が起こる、流血惨事を起こしてトランプが悪いんだと、人道上問題だと、トランプは人殺しだと、これやる気だったんじゃないですか。そうなるほどね、それは随分なあのワイルドゲスかもしれないけど本当かもしれませんね、いや私はそういうふうに捉えてる、まあ、そのうちいろいろあの証拠が出てくるでしょう。なるほど、ねまあ、分かりました。 で、まあ、でもまあ、大統領選、次の大統領選に選んでみればトランプにとって今回いい布石になってるっていう、まあまあですからね、下院では負けたけど上院で勝ったし、うん、それから、州知事選が30ぐらいあったのかな、はいはい、でちょっとこれ減らしましたけど、今のところ数は共和党の方が上です、うんうんうん、でそして特にね、あれ4年2年後の大統領選挙に重要になるオハイオとフロリダはね、共和党が取った、州知事を。なるほど、だからその点では、まあ、トランプからすれば大勝利っていうのは嘘だけど、小勝利っていうかよくここで持ちこたえたと。そうですね、いうで、今日あの民主党があれば攻めきれなかったという、そうですね、なんか、まあ、痛み分けだけど、トランプさんから見れば、まあまあこんなもんかなというところじゃないですか。ドイツのメルケルが相当難民で苦境に陥っちゃってもどんなのか。いや、それはね、これ天罰ですよ。天罰というか、ああいうね、非常にイージーで国を破壊するような移民政策というか難民政策が通ったから、さすがにもうドイツ人がついていけなくなってね、それでもってここのところの地方選挙で2連敗いたしましてね、で本人はまだ、党の方の党首は辞めるけどさ、首相辞めないって言ってるけど、まあ持たないでしょ、持たないでしょうね、2021年までやるって言ったけど多分持たんと思いますよ、多分持たないでしょうね。だから今ね出てるのはだから、うん、あの保守党がキリスト教、あの民主同盟、あれと連立がですね、こう民主同盟社会同盟ね、これが負けただけじゃなくて地方選挙で、うん、実は社民党負けてるんですよね、大連立組んで、うん、そうですね、でどっちが増えたかっていうと、うん、そのドイツのための選択肢っていう、その難民受け入れ反対、右と左が増えてると、あと緑の党が増えてるんで、これはね、安定政権が非常に難しくなってる、難しいですね、ドイツの安定がヨーロッパの安定だったんですけどね、うん、ドイツが崩れると、まあ、マクロンもちょっとどうなるかっていう感じもありますし、ね、いや、マクロンは、まあ、なんていうかね、非常に不安定な人だし、ね、あのね、今のところ注目するのはね、みんな注目してないんだけどね、僕はイタリアにずっと注目してて、はいはい、要するに、そのあんまりあまり厳格な、うん、あの財政規律をね、うん、押し付けてやってるとうまくいかないよということで言ってて、うん、それにあの一つは難民問題だけど、うん、一つはやっぱりその、うん、ヨーロッパ経済立て直し問題なんですよね、うん、でそれでもってドイツに対して苦言を呈してるのは、なんつってもイタリアなんですよ、まあ、フランスは、ね、弱腰でダメ、そうですね、でイタリアはこのとこできてきました、うん、同盟と、ね、一つ星の連立が、はいはいはい、なかなか頑張ってる、なるほど、うん、で特にねあの同盟、うん、同盟ね、いまだにね日本での極右っていうんで私は怒ってるんですけどね、うん、あれはね立派な右派政党であって保守政党であって、うん、極ではありません、うん、極って本当にいいんですよ、うん、あのネオナチみたいのはあの別にいます、うん、これ本当に、うん、あの例えば難民に襲いかかったりとかね、うん、そういう暴力を肯定しているようなこれは危険なグループがあってですね、うん、あのカーサノワバとかですね、うん、そういうところ、これはもう本当の過激な極右です、うん、暴力肯定してるからね、はい、ところが同盟は全然暴力肯定じゃなくて、これ一種の新国民主義でね、はいはい、同盟の移民政策の責任者はね、うん、なんと黒人の人ですよ、なるほど、うん、これねナイジェリアから移民してきた人でイタリアに来て同盟の支持者になってもう25年、うん、だから同盟もトランプさんと一緒で合法移民 OK、うん、日本移民 NO っていうだけなんですよ、だからここがね今支持率がね選挙後にもすごい上がってね、今ね単独で30数パーセント支持率に同盟がいったと思います、うんうんうん、ですから、まあ、小党乱立のイタリアではあるけどね、うんうん、ここがとにかくあのドイツの銃のやり方はダメよと言ったもんでね、うんうんうん、まあ五つ星っていうのは素人集団でね、政策のプロほとんどいない政策のプロだったら福祉のプロとかね、そういう人はいいんだけどね、国防とかで、ね、マクロ経済政策ほとんどできないですよね、なるほど、ヨーロッパでもちろん心配なのはあのあれですね、国際金融不安だった時にどうなるかですって相当脆弱じゃないですか、脆弱です、この間もね、ご存じと思いますけど、アメリカのストレステストで、で不合格になったのはドイツバンク、ね、ドイツ銀行のね、アメリカ支店というか現地法人だけがね、不合格、あそこだけですね、あの確かであそこはあのヨーロッパ中央銀行もご存じのように、ストレステストやってるけど、あれはストレスレステストなんですって本当のストレスのことをいざ大不況が来た時のこと考えてねえじゃないかと、言ってかなり認識やってんじゃないのと、ドイツ銀行行っちゃったら本当世界行っちゃうようなぐらいのインパクト、危ない
ですよ、ね、リーマン以上のショックが起こるんじゃないかと、うんうんうん、まあリーマンショックの時も実はそのアメリカ行ってあの サブプライムローンなんかで一番悪さを先頭立ってやってたのはドイツ銀行なんで、まあそうですね、うん、よくねゴールドマンサックスが悪い悪いって言うけど、ね、あの時はゴールドマンよりもっと悪かった、うん、だからまあそれは天罰で当然だったと私は思いますが、あともう一つあのカショギね、うん、あれはあのなんかサウジアラビアごちゃごちゃしてますけど、はい、どういうふうに見えますか。いや私はね、これはまあ私の全くね、あの邪推というか憶測ですけどね、あれね、あのサウジの皇太子が何か具合悪いことね、うん、言ってるからこいつ殺しちゃえってことはないと思うんですよね、うん、っていうのは分かっちゃうじゃないですか、誰が考えてもあれ、ね、サウジが殺したって領事館の中で殺したら、うん、そういう単純なことやります、うん、これじゃあ推理小説は成立しませんよ。そうですね、いや本当ですよね、あれバカバカしすぎるでしょ、うん、僕はね、あのサウジの皇太子はね、うん、今ねあのものすごく恨みを買ってるわけよ、うん、であの近代化政策を取ったから、うん、宗教指導者からも恨み買ってるし、 それから王族をね、大なんていうかな、制裁やっちゃって、要するに今後は今のサルマン国王の子孫しか、うん、あの王位継承権がないってことにしちゃった、うんうん、それから去年の11月ですか、不正蓄財をやってるっていうんで、うん、金持ちとか王族も含めて王族11人で全部200人ぐらい逮捕しちゃったんですよ、うんうん、でお前らの不正蓄財全部吐き出せっつってね、うんうん、であの金を国庫 にね吐き出すならば今すぐ解放してやるけど、そうじゃないと牢屋ぶち込むっつってね、うんうん、ほとんどの人はみんなで、ね、すいませんっつって牢屋出たいから、そうでしたね、これめちゃめちゃな、だからね、あの皇太子クデターみたいな、上からのクデターみたいなことやったんで、めちゃめちゃ恨み買ってますよ。そういうことでしょうね、うんうん、だからそれに、だから僕反皇太子派がね、皇太子の顔を泥塗るために皇太子を、まあ、失脚させるために逆にやったんじゃないのかなと思う、うん、あれいくらなんでもね領事館で殺せっていうことね、うん、サウジの皇太子もバカじゃないと思うんですがね、うん、というのが私とまあ普通の言われてるのと全く逆の憶測です。なるほど。でもこういうとこの隙を縫ってまたロシアが影響力拡大したりとか、うんまあ、中東は常にこれ気をつけなきゃいけないっていう感じがしますけど、だからね、あの本当にサウジアラビアっていうのももう本当の古代から出てきたような国なんですよね、サウド王家、サウド王家ですから、です、ね、サウド王家って名前が出てんでね、さすがにね自分とこの家族の名前出して国やってるのはね、うん、サウジアラビアぐらいですよね、うん、なるほど昔李氏朝鮮っていうのがあったけど ね、ありましたね、同じようなもんだよね、だからあの松田日本国みたいなさそれはないでしょっていうけど、古代の部族政治の発想だから、なるほど、だからね、ただアメリカとしても我々としてもものすごい心配ね、世界一のやっぱ原油輸出国だし、うん、そうですよね、ここが不安定化するとね、うんうん、そこにまた一回潰したはずの、うんうんうん、イスラム過激 IS とかね、アルカイダっていうのが入ってきて、うん、そこをごちゃごちゃにしちゃうということも十分あり得るんで、うん、安定してほしいし、でこれ金に握ってるのは、ね、トルコですよね、トルコ国内で起きて、うん、で皆さんニュースなんか見るとトルコで証拠があるとか、うん、あのでこういう情報があるとか会話があるって言うじゃない、あれどういう意味か分かります、あれトルコ政府が全部盗聴してたってことだから、領事館の中まで、そう領事館だから、それは言わないから詳しい話できないけど、決定的なね、なんかもあの記録があるって、それしかないじゃない、まあそれはどこでもやってることだけどさ、あのねエルドアンは今立場厳しいです、アメリカとの関係とかね、だからねエルドアンはこの問題をうまく穏健に収めると、うん、サウジにも感謝されるし、うん、アメリカにも感謝される、うん、アメリカがトルコにやってる経済制裁を解いてもらえる可能性があるんで、うん、多分エルドアンはそういう大人の妥協をするんじゃないのかな、なるほど、ね、と思います。それで日本なんですが、日本はもう、はい、あのあれですね、これあの朝鮮半島との間で、はい、あのあれですね、はい、あの徴用工をしちゃいけなくて、朝鮮半島出身労働者と言わなきゃいけないと、うんうん、いう感じになりましたけどね、うんうん、まあでなんかまたやたら面倒くさい問題が次から次へと言ってきますけども、まあこれはだからね、全く法律契約、条約無視した話だから、本当ですね、私はまああの、うん、まあ、あの本当に財形法定主義もなければ事後立法も OK、うんね、もう訴求法で、何しろ親日、反親日法で、ね、親が親日派だったっていうんで、息子や孫から財産を奪うという恐ろしいことを、中世の復讐法ですよね、あれね、まだ近代法は全然入ってないんで、法治国家なのかと思います、ね、いや、法治国家じゃないですよ、ですね、あれ、票を入れてね、大統領決めてるけどね、なしであのデモクラシーっていうようなものはさ、それは近代だけじゃなくてね。うん、
法治主義というものがあって、その土台の上にデモクラシーが乗っかってるんで、うん、法治主義がないのはね、単なりね、あれこそポピュリズムだけですよ、ね、そうですね、だけどポピュリズムだけど、だからこれはもう僕は日本はさまざまなあの懲罰ね、を韓国に向けてやる、それこそ高関税政策とか、その前にまず入国制限ですよね、簡単にできるのはね、これはもう韓国からのこっちに行く人はビザの発行も厳しくするとか、それはあの窓口でできることで、外務省ができることで、それからまず象徴的に言うと、中韓日本大使召喚でしょ、これまあまあよくやることでね、よくやってますね、すでにまあ意思をはっきりさせると、そうですね、こんなものは世界で通りませんよということは、どうもこの日本の外務省は意思をはっきりさせないことが多いもんですから、そうね、これじゃダメですよ、そうですね、だからもうこれはねしょうがない。僕最近ね、古田博さんっていうね、筑波大学 の朝鮮問題の専門家と、話して、今度対談集も出るんですけどね、でもう古田さんはね、もう朝鮮問題ずっと35年ぐらいやってきてさ、はいはい、でもうくたびれたと、はい、俺は嫌だと、であの人が言ったのはその、非韓三原則っていうんで、朝鮮は南北朝鮮ともに、教えるな助けるな関わるなっていうでそれは、って言うんでね、もう関わるなって言われても、若干関わらざるを得ないけれども、お互い引っ越せない部分があるけど、まあ、日本で言うとね、昔村八部ってあったでしょ、はいはいはい、で村八部っていうのはね、あの残酷なんだけど、悪いやつが村の中にいたらね、二部の残りって何かというと、家事と葬式だね、この時だけは付き合うと、他の時は付き合わないと、いう言ったんだけどね、まあそのぐらいの覚悟でやらないと、だからですね、だからこれ一番怖いのは抜け駆けだよね、日本の一部の企業が甘い顔して、じゃああれだからお金ちょっとでも出しますとかね、なるほど、言ったらこう、土手に開いた蟻の一穴でね、そこから崩れちゃうんで、みんないい子になりたがっちゃってやったら、これは大変なことになる、まあ違反問題も同様ですね、あ、そうですね、あと安全保障面でも韓国はムン・ジェインがなんかやたらなんか、なんか演習をやめたりとかですね、もう実は国境線を非武装地帯にしちゃったとかですね、いや私はね、もう諦めてるんです、諦めてるって韓国なくなる、韓国消滅の、なるほど、それはあの北が優位のうちに、統一される、まあ、すぐに統一って全面的統一じゃなくて、いわゆる高麗連邦構想ね、をやって、とりあえず体制にやってるしかないけど、安全保障、外交だけは一体化する、で北が優位ですよ、南が優位じゃない、でっていうのは、もうムン・ジェインさんは若い時からの記録を調べると、完全な北 の, あの主体思想、主体思想の信奉者なんです、心の底から信じてる。彼が例えば核でやってることは、アメリカと仲介して北の非核化を図ることを彼はやってません、彼がやってるのは民族の核を保存するために、北が核兵器を非核化しなくていいように、保持できるようにアメリカにごまかしをやってるのがムン・ジェイン社の外交ですよ。なるほど、だからあの北の方も賢いからね、アメリカの非核化をやる前に南北統一者が勝ちだと、なるほど、いう考えで、僕はねもう韓国消滅すると思います。これはあの、藤井元気の大予測、望ましくないけど、韓国民がすごいそのああいう融和政策に対してもですごい、ね、また支持が上がったりしてですね、上がってるんですよ、でとにかくまずね、北朝鮮の実態を知らないですよね、韓国がどんなひどい社会かね、って知らない、それからとにかく反日ファンタジーですから、反日は韓国より北朝鮮の反日の方がすごいですからね、そしたらね、反日が民族主義のメルクマールっていうかバロメーターだとすると、北にかなわないんですよ、だって北は日本人拉致してまで反日やってるでしょ、韓国そんなことやってないでしょ、戦後それこそ1965年の日韓基本協定でさ、金まで出してもらって、でもってあのアメリカに国を作ってもらって守ってもらって日本に金出してもらってやってきたの大韓民国だと、そしたらね、そのチュチェ思想からしたらね、お前らは日本帝国主義とね、アメリカ帝国主義って育てられた国じゃないかと、だからムン・ジェインさんはマジで大韓、反大韓民国なんちゃうんですか、大韓民国は間違った国だってね、あの若い頃書いた本で書いたの、なるほど、これは本当ですよ、だからあってはならない国だと、ね、ところが、ね、北だってね、北朝鮮だって初めはソ連の外来国家だからね、人のことなんか言えないんだけど、そういったことは一切伏せてるから、なんか立派なね、だから、チュチェ思想という、で、民族統一と言われるとね、だから今、韓国でもお前、民族統一に反対するのかというとね、その自由民主派の人もね、あるいは親米派の人も黙っちゃうと、なるほど、だからね、
もう僕は勝負あったと思いますよ。なるほどね、はい、それで日本の外交ですが、今回安倍総理が中国訪問して、はい、競争から協調へとか言ってですね、で一方でペンス演説があったりしてですね、日米同盟の枠の中で中国とどう付き合っていくのかっていうちょっと難しい選択にも見えますけど、いや難しい、大変難しい選択であって、で今回は、安倍、外交は非常に大きな矛盾をきたしたと思いますね、私9月26日の、日米共同声明、日米首脳会談の後出た声明文見ると、一緒に対中包囲網を作っていくってもうはっきりほとんど書いてある、まずチャイナと名前出てないけど読めば、非非常先行の国とかなんかそういう言い方してたけど、これチャイナのこと言ってるに決まってるんで、だいたい外交文書ってのはあの書かんでも分かることは書かんのですよね、この間も面白かったけど、日本の海上自衛隊が潜水艦の訓練を南シナ海でやったじゃん、でもってこれ西沙諸島南沙諸島の真ん中ぐらいでやってるんですよ、であれやった後で発表したっていうのは、チャイナの方は、おそらくお前ら気がつかなかっただろうっていう意味で、あの海上自衛隊発表したんですよ、お前ら知らないうちにこのぐらいのことできるんだぞと、ちょっと覚えとけよということだと思いますけど、その時もね、あの時はまだ小野寺さんがあれだったから、小野寺御殿さんが防衛大臣だったと思いますけど、小野寺さんも安倍さんも言うんですよ、これは特定の国を意識したものではない、嘘だよ、特定の国は意識してるんですよ、チャイナしかないですよ、だけど、言わんでも分かることは言わないわけですよね、これが大人の外交文といいますか、いわゆる外交事例で、外交ってそういうもん、だから中国を敵しますと書いてないんですよ、それは日米の共同声明、だけど、実際上やりますって言ったの。でごちゃごちゃあって、そのいろんなことありますよ、安倍さんも結構厳しいことも言ったんだけども、これまずかったなっていうのはやっぱスワップですよね、そのことについては僕はむしろ松田さんに聞きたいですよ、なんであんなことやったんですか、でもあのスワップって別に中国利するもんじゃないっていう、とりあえずそういう解釈してるんですけどね、まあインドはインドを利するますけどね、日印はですね、日本のあのやる企業のための元の資金調達をしやすくしてるっていう、いうふうに、もともとあのあれなんです、私の出身の財務省って日中、財務対話っていうのをやってきて、そこで出た RQFE の枠拡大だとかですね、それから人民元のオフショアの認可しろとか でそういう合意が一旦5月にできていて、その流れの中で来てるんで、そこから捉えるとあんまり違和感ないの感じがしたんですけど、ちょっといや僕は、非常に違和感が正直言って、これはね財務省がね取り込まれたんだと思ういや、そういう文脈で財務省の中にはもう身長が強烈にいますからね、まあ確かに、ね、取り込まれたんじゃないかと思って、ね、でこれはねもちろんチャイナ経済が困った時にね、まあね、例えば向こうに出てる日本企業はね、人民元なんか不足しないんですよ、あの国が不足するのはドルなんですよ、ドルが不足して最後全部困るわけですよね、だからその時に要するに日本円ってのは全部ドルに変わるわけだから、だからそれを供給したのと等しいことになっちゃうんで、表向きはそういう説明です、だけど実際にね、日本企業はね別に人民元がなくて困らないじゃないんですよ、最後困るのはドルで、それをね、まあ向こうの政権、そうですね、ドルでできますからね、全部ドルでしちゃえばいいんだよね、だからこれはね、それはためにする私は議論だと思います、だから財務省でも安倍さんとしても、財務省とのいろいろ増税問題でもあり、それからおそらく長期的に考えると、再入庁を作るなんていう話もありというよりも安倍さんは国内の、自民党の中で二階さんのような親中派、この人たちに参戦協力してもらったわけですよね、自民党総裁ね、それはギブアンドテイクでね、から公明党という連立与党もね、持ってなる親中派でしょ、で財務省もあるでしょ、それとかこれ、やってくれよと言ったんで、それはギブアンドテイクで参戦、自民党参戦勝ち取るとね、ことの逆反対給付でやったんで、アメリカには八木さんが一生懸命って言い訳してんじゃないのかなと私は思いますけど、財務省も取り込まれたっていうどういうことですか、私はかなり、そうじゃない人もいますよ、あたみたいに立派な人もいるけど、そうじゃないね、やっぱかなり取り込まれちゃってね、る人も おるというような事実で、これは僕は、日本は失勢だなと。ただね、経産省も相当取り込まれてますね。いや経産省もそうです、一帯一路なんてなんであんな協力だ、で財務省はそこストップかけてるんですよね、逆に、これは4つの原則満たさないものはやらないという意味なんだというのが、浅川財務官のこの間の解説でしたけどね、いやそれはね正解なんですけどね、ただこの問題については、まあこれは厳密に言うと、まあ日本銀行だけど、まあ日本銀行も財務省も一体だからさ、これはちょっと禍根残す、ただし
僕もよく詳しくわからないけども、これは枠組み作ったんで、うん、実際にそのピンチの時供給するかどうかね、うんうん、これはまた一つのその時々の判断だと思うんですよね、うんうん、ですからまあ若干救いはあるんだけど、これはね、うん、例えばアメリカ側からこれ日米同盟裏切るもんじゃないかと、うん、本音の会話のところで言われればね、うん、それはね、まあ、さっき言ったような、あの表面上の言い訳じゃ通じない、と思います、その通りですね、うん、まあ、あれは枠組みで実際どうするか別だという、うん、まあ、そこにかろうじてですね、なんとかですね、救いがあるかもしれない、はいはい、いやどうもありがとうございます、はい、あの国際政治がどんどん揺れ動いてですね、はい、我々の日本がこれがどうしていくのか、まあ、安倍政権のこれ3年ありますけれども、はい、いや本当にあのいろんな意味で、まあ、私がやってるこのサイバーセキュリティの世界でもですね、まあ、ほとんど大変な状況ですね、うん、もういつ何時どうなるかわからないというですね、本当に無防備でね、本当に無防備ですで来てしまいましてね、はいはい、もうそろそろあの目を覚まさないといけないなっていう感じが、うん、もうだいぶね、まあ、英語で言うロングオーバーデューってやつでね、もう本当はもっと前からやっていかなきゃいけなかったんだけど、うん、まあ、あの締め切りをもう遠く過ぎてるんですよ ね、うん、そうですね、だけどやらんよりはそりゃそうですよ、やらんよりはいいんで、それはサイバーセキュリティの問題ってね、実はその軍の問題とか自衛隊の問題やって、日本国全体のもう、あの安全の問題でも、本当にいざとなれば、電気も止まっちゃうしね、ATM も全部止まっちゃうしっていうね、はい、そういう本当に大問題、そういうことを踏まえながらですね、はい、これからもまともな議論をしていきましょう、ぜひよろしくお願いします。最後にちょっと私の宣伝をさせていただきますと、はい、まあ、こういったあの私自身 の分析や予測はですね、フィジー研究のホームページ開いていただきますと、私があの月2回、YouTube の配信でやっております、ワールドフォーキャストっていうのをやってます。ちょっと英語としては変なんだけどね、まあ、日本語だと思ってください。ワールドフォーキャスト、これがね、1年が19,800円でやっております。あの月々もあの引き落としでもカードでできますのでですね、これやっていただくとですね、まあ1回1時間半ぐらい私が、うん、あのいろんな問題を分析予測すると同時に、あの皆さんから来た質問はですね、ネットで寄せてもらった質問については、うん、あのほぼ全部お答えをしておりますので、うんうん、まあ、そちらをご覧いただけたらありがたいです、うん、ということで最後に宣伝をちょっとさせていただきます。どうも今日はありがとうございました。これまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。